はい。吉田隆の教え方チャンネルです、えー。今日は5年生の国語、地域の魅力を伝えようについてお話をします。はい、えー。この単元なんですけれども、地域の魅力を伝えようということで、まあ自分たちの住む地域の場所だとか、イベントだとか、食べ物ね、えー、そういったものの魅力を、まあタウン市の記事という形でまとめましょうということですよね。まあ自分で取材をして、 まあそれを報告する作文を書くということなんですけれども、このタイプの作文、私は常々、ね、お勧めしているのが、まず1本目は教師が準備した資料をもとに作文を書くということですよね、この資料集めを子どもに任せちゃうと、ものすごく時間がかかるわけですよね、もう国語なのか、社会科なのかは分からなくなってしまいます。 えでそれでですね材料教師が準備してあげて、あとはお手本を真似て忠実に書くと、えー、東京書籍のこのね、えー、教科書にも非常にね分かりいいお手本が載ってますね、日本最大級の谷川町商店街ということでね、まあ、紹介があって、ですよね商店街が、ね、にぎわい続けているのには3つの魅力があるからだと。 こういうふうに展開してえ、1つ目は、2つ目は、3つ目はと、とそして最後に感想を書くというパターンでできていますよね。非常に分かりやすい構成でできています。ですから、これを真似て書くということですよね。えー、そしてですね、えー、もう一つ、そうやって1本仕上げたら、次はですね、自分が材料を集めて、えー、再度ね、 お手本を真似て書くと。この場合ね、お手本から離れた方がいいよと。離れて自分オリジナルで書けるといいよというふうなね、話もしていくといいと思います。まずはね、1本目は一緒に書いた方がいいですね。というのは全く手の,つけ,あのつけられない子供をこれによってなくすことができます、えー。それではですね、私の住む福井市でもし作るとしたらどうなるのかと。ちょっとこれをお話ししていこうと思いますね。 えまず、ですね、えー、例文を読みます。さっき言ったね、谷川商店街の例文と3つの、ね、魅力を軸にタウン誌を書くと。 いうこととが子供たちに分かってくると思いますで、ね、この,、ね、あのお手本を見て、ね、私はこれはパソコンを使って作成したいなというふうに思いましたね。えーまあ、あの地図だとか、ね、写真を貼り付けるのパソコン簡単です。それから、ね、材料とするものをコピーペーストで貼り付ければ、ね、あとはつながりだけ意識すれば簡単に、ね、言語を作ることができますで。パソコンを使って作成すると。 さあそれじゃあ、福井ならどうするのか、えー、私はですね、阿諏訪川の桜並木を取り上げたいですよね、まあ、私のこの自宅からでもですね、歩いて20分ぐらいのところにありますね、ネットで検索かけますと、えー、日本の桜名所100選に選ばれていると、これが魅力1ですよね、それから JR 福井から、福井、JR 福井駅から歩いて10分と、これも魅力の2ですね。 そして魅力の3、えーねえー、福井桜祭りという、ね、お祭りも開かれていると。もうこれで材料揃ったじゃないですか。でパソコンで、ねえー、作るんなら、この資料のある URL を子供たちに送信してあげればいいと。いやいやパソコンはねという方は、これらの、ね、材料の載っている、ねえー、ところをプリントアウトして子供たちに渡せばいいわけですね。 コピーペーストは許可したいですよね。あの、実はこういう作文ね、えー、私何度も作成させています。えー、子供たち上手にコピーペーストしてね、えー、それをうまく編集してまとめることができると思います。で、同じようにね、コピーペーストを使っても、やはりね、子供たちによる違いっていうのは出てきますのでね、えー、コピーペーストなんて、なんて思わないでね、ぜひね、こういう体験も積んでいただきたいなと思います。はい。 えー、そしてですね、お手本を真似て書けばいいわけですよね。先ほど言ったようにね、えー、1つ目は2つ目は3つ目と、このパターンで書けばいいわけです。はい、で、えー、これでね、仕上がったら、次は自分が材料を集めてお手本を真似て書くと。えー、実は1本目を、ね、作るだけでも、かなりね、時間差が生じてきます。 えー、ですから、えー、1本目仕上がった子から2本目は子どもたち、ここに任せていくといいですね。これ1本経験すると、子どもたちね、えー、かなりの子どもたちがもう自力でできるようになります。でね、えー、そうやっていくとね、次々にね、個人差が出ちゃうっていうんですけどもね、もし時間を見てね、3本作れるなら3本目でもいいし、えー、そしてですね、 1>, 1本だけでもいいという考え方を取れば、ですね時間調整もそんなに困らずにできると思いますね。えー、とにかくですねソフトは、まあ、私はですねこういうものはパワーポイント系のものがむしろやりいいと思うんですけどもね、ね仕上がりも大変美しくできますしね、ね写真の貼り付けも比較的容易なんですよね。ワード系のソフトっていうのはちょっと写真の貼り付け系が、ね、難しいので、えーまあ、ワード系でもいいとは思うんですけどもね、ね、まあ、どのねソフトを使うにしても、 簡単にできると思いますので、ぜひやっていただきたいですね。ちなみにですね、チャット GPT でできないかというので作ってみました。これまたちゃんと作るんですよね。あすわがは桜並木の魅力を3つ教えてくださいというふうに出したところね、これ全部は読みませんけどね、桜の美しさってね。 それから桜のトンネル、歴史と文化ということで非常に上、ごめんなさい、非常にうまくまとめてますね。もうこれからはですね、こういう材料集めの基礎的な作業はパソコンに任せて、それに人間が加わってオリジナリティを加えていくという時代に私はなっていくと思いますね。そういう体験をさせていく上でもね、ぜひここはパソコンを使ってやってほしいなというふうに思います。 YouTube 動画とは別に、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています。毎月行っているセミナーの案内、教科単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので、ぜひご登録をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。